これは名将が見出した逸材の物語である。時は西暦2024年、阪神タイガースは勝ち越していたものの B クラスに終わっていた。先発陣は軒並み防御率2点台前半と4位ながら抜群の成績を残す。中継ぎ陣も19歳の堀井が台頭しなかなかいい。ブルペン陣も数年後には鉄壁になるはずだ。タイガース首脳陣はドラフト会議でさらなる投手力アップのため有力投手を取ることに。そこで名前が真っ先に上がったのが大学ナンバーワンワンの野中拓也だ。マックス158キロの速球を武器に大学日本代表でエースを担い、世間でも彼が最も注目を集めている。ただ野中ドラ1を公言するチームも多い中で、タイガーススカウトはこれに首をかしげた。球は速いものの変化球がいまいちなのだ。高速スライダーがいいと言われているものの、タイガースのベテランスカウトが見ると正直一軍には程遠いレベル。彼は速いだけでその他に持ち味はない。それがスカウトたちの評価だった。しかし当日に彼らが1位指名をしたのは野中だ。どうやら岡田監督が絶対に野中と譲らず、直前にひっくり返し野中指名で強行する。だがタイガース含め7球団が競合し、野中争奪戦が勃発しているではないか。タイガーススカウトや編成はそんなにと驚きの表情を隠せない。そしてまさかの強運で野中を引き当ててしまう。喜ぶ岡田監督と何とも言えないスカウト陣。監督の鶴の一声で指名が決まり、背番号も19という縁起のいい番号を与えられる。しかしキャンプでも制球難な部分を見せ、いまいち球の速さ以外は良さがわからない。7球団競合ドラ1を引き当てたものの、コーチ陣は前評判と彼の投球のギャップに困惑だ。野中本人もキャンプでレベルの高い投手陣を見て、早くもプロの壁を感じやや自信をなくしている。果たして彼はレベルの高い投手陣で先発ローテに食い込めるのか。野中のプロ野球人生がスタートした。1年目、周囲のコーチの反対を押し切り、岡田監督は野中を1軍の中継ぎに抜擢。いきなり菊池にセンター前へ運ばれてしまう。盗塁を阻止してランナーはいなくなったが、今度はフラーに痛打された。その後も坂倉に打たれ、唯一の武器の速球もあまり通用していない。なんとか無失点で試合を終えられたが、かなり不安定な投球である。変化球が曲がらないので梅野も直球系で押すしかないようだ。このシーズンは近藤健介が三冠王を取り、球界が騒がしい。そんなシーズンで野中はというと、当初のスカウトの分析よりもスライダーが曲がることが分かった。そして課題だった制球力もぐんぐん伸び、かなり技巧派に近づいているではないか。それでも変化球がひ弱なので防御率は 5.24 とかなりひどい。5、なぜか最後まで1軍に帯同し25試合投げる。岡田監督は自分がゴリ押し指名と起用したため、彼の1軍起用を引くに引けなくなったようだ。タイガースは日本一になり、監督は野中ゴリ押しの部分を除けば名将である。2年目、この成長力を岡田監督は見抜いたのか、先発もできるほどたくましくなっている。13試合に登板して中継ぎが4試合で9試合が先発起用だったようだ。防御率は2点台後半とかなりいい投球をするが、55回しか投げていないのが気になる。四球癖をなくして一気に成績が向上するも、岡田監督に寵愛される野中は打たれたらすぐに降ろされた。そんな彼は最後までローテに抜擢され、そのまま日本シリーズでも先発をさせてもらうことに。大一番での登板にコーチたちは大丈夫かとかなり不安げだ。初回4点の援護をもらった直後にいきなり一撃を食らう野中。さらに森にも一撃を食らう。せっかくの援護を吐き出し早々に降板した。チームは日本一に輝いたが、彼にとっては
悔しい日本シリーズになる。3年目、ここ5年で3度のリーグ優勝を達成しているタイガース。そんな絶対的な強さを見せるチームで、野中は先発ローテに食い込み20試合に登板。期待に応えるべくなんとか6勝を挙げるものの、防御率はまさかの 5.59 だ。103回で64自責点とかなりの失点数。岡田監督は彼を使うが、コーチはその起用法に首をかしげる。強引に使われているだけで、やはりスカウトが予想した通り、彼は過大評価だったのかもしれない。それでも順調に成長している野中を信じる監督は、彼をアメリカへ送り、本場の野球を勉強させることにした。4年目、海外留学から戻ったら、いつの間にか70歳になる岡田監督が勇退しており、後ろ盾を失った野中は2軍で投げる。しかし後半になんとか先発ローテに戻ってきた。アメリカでなぜかナックルを覚えて帰ってくる。ナックルで緩急が出たのがいいのか、これまでとは投球の印象がガラリと変わった。これが7球団競合右腕のポテンシャルだ。速球、体力、球速、全てにおいて一流になる。さすがに彼の力を疑っていた他のコーチも野中の実力を認めざるを得ないので、16試合で先発として起用し、118回3分の2を任せる。これには岡田元監督もにっこり。ナックルを覚えただけでなく、スライダーの変化も増し、防御率、奪三振ともに数字を大幅向上だ。5年目、タイガースはリーグ連覇が4年で途切れ、投手力を捨てた広島に優勝を譲ってしまう。どうやら村上がメジャーへ行ったことが大幅な戦力ダウンになったのかもしれない。ストレートの伸びを鍛え出した野中は、村上の穴を埋めるために163回3分の2のフル回転、元から速かったストレートの球威が増し、キャリア最多でリーグ6位の152奪三振だ。初めてのタイトルを取り、コーチたちはさすが7球団競合は違うと手のひらを返す。最多勝の才木や西ら先輩とともにリーグ優勝の奪還に向けて新シーズンへ向かった。宿敵広島には恐ろしい打率の牧がいる。打率打点の二冠王を来季は絶対に抑えたいなんて意気込んでいたら、牧は日本球界に飽き、野中に見向きもせずにメジャーへ行ってしまった。6年目、潜在能力の開花でコントロールと球速がさらに上がる。成長が勝ち星に直結し、キャリアで初めての2桁に到達していた。野中はしっかりと規定に到達し12勝、今ではリーグでも上位の数字を残している。マックスが159キロになり、しかも安定して速い球をバンバンミットに投げ込んでいた。この逸材を球速以外に見どころなしと評価したチームがあったのが信じられない。しかし防御率が 3.31 に悪化してしまい、昨年に比べると好調な打線の援護に助けられた形になる。一方タイガースでは才木が防御率1点台で14勝と投手4冠を総なめ、奪三振は207個でドクター K と言われ、虎のエースの座を欲しいままにしていた。7年目、7球団競合の右腕は満を持して WBC 日本代表に選ばれる。なお野中が選ばれ才木が落選していた。野中ゴリ押しの岡田監督が代表を率いていたのか。初の世界の舞台で球威を見せていく。なお3失点をし3回持たずに降板。才木を呼べと日本中から言われた。 WBC は不参加でしっかりと休めた才木は、防御率1点台で12勝という文句なしの活躍だ。しかし世界の舞台で結果を出せなかった野中はそれをさらに超えてくる。防御率、勝ち星ともにエースの才木を超えた。7球団競合右腕の覚醒とも言える瞬間だ。
最多勝勝率こそ同僚の西に譲ってしまうが、圧巻の207奪三振で最多奪三振を受賞する。さらにキャリアで初のベストナインにも選ばれ、シーズン前の WBC の苦い記憶を吹き飛ばした。才木、野中、西の先発3本柱でチームは3年ぶりのリーグ優勝から日本一を達成する。8年目、30歳になりさらに球が速くなる。そのためナックルの緩急がより効く。このシーズンは160キロを武器に3年連続の2桁となる11勝をマークし、防御率も2点台だ。189回を投げるものの、3完投1完封にはどうも満足できていない野中。なぜなら才木が防御率 2.08、 13勝、しかも11完投5完封という大車輪の投球だったからだ。それでも野中は214奪三振で2度目のタイトル獲得。彼のストレートは空振りとお金が取れるストレートである。当たり前のように日本一になるタイガースは3本柱に加えて坂口という若手も出てきた。この坂口、カットとカーブがすごい。曲がりすぎて自分でも制御できないようだ。もともと逸材だったが、留学に行かせたら手がつけられない投手に変貌している。9年目、まだまだ全盛期の野中は防御率 2.46 で11勝と安定の投球だ。190回3分の1で218奪三振のこの球界最強のドクター系として君臨する。改めてこれだけの快速球投手を通用するか疑問などと評価していたスカウトがいたことが信じられない。最近の中が明らかに時代を作っていたが、村上もメジャーから帰りタイトルを取っている。一体あと何年日本一を継続できるのか。勝つことが当たり前なファンたちに2つの報道が入ってきた。まずは才木のポスティング申請だ。村上からメジャーの話を聞いて情熱が湧き上がる。これまでの貢献を考えるとそう簡単に引き止められないので仕方なく送り出すことに。そしてもう一つのニュースが野中の FA 宣言である。どうやら強すぎるチームで投げる中でこのチームと戦ったらどうなるのかと思ったようだ。希望を超える2年総額10億円をタイガースは野中に用意をしたが、同じ関西オリックスへの移籍を発表した。噂にはオリックスの岡田アドバイザーの存在が彼の移籍に大きな影響を与えていたらしい。目標は日本シリーズで古巣の連覇を止めること。そう語った野中の新天地でのプレーがスタートする。10年目、縦島を脱ぎ捨てた右腕が猛虎ファンたちの前に現れる。新天地で潜在能力が開花し、マックス162キロになっているではないか。パ・リーグでも彼の奪三振性能は発揮され、これで4年連続4度目、両リーグでの最多奪三振だ。バファローズが4位に沈んでしまったために勝ち星は伸びなかったものの、5年連続2桁を達成。さらに防御率もリーグ2位で、戦う舞台が変わってもボールの威力は変わらない。ちなみに野中、才木を失った阪神はリーグ3位に終わり、日本一にも届かず。4年連続の日本一に彼らがどれだけ必要だったか、ファンは痛感してしまったとか。11年目、ついに野中も衰えが来たのか、160キロが出なくなってしまう。ただそれでも150キロ後半のストレートで13勝を挙げてチームの優勝に貢献だ。そして2年ぶりの200奪三振で5年連続の最多奪三振も達成する。そんな野中率いるバファローズは西武に競り勝って日本シリーズ進出。その相手というのが古巣の阪神だった。 FA の際に語った打倒阪神が目の前に。だが阪神も簡単に勝てる相手ではない。圧倒的な投手力と強さを取り戻している。しかも見ないうちに戸郷、高橋と大補強をして投手王国を復活させていた。最強タイガース投手陣に対抗するためにバファローズは初戦から野中をぶつけていく。
初戦から野中とこのシーズン16勝の西が激突。予想通り両者ともに譲らない投手戦になっていく。野中のムービングが阪神には刺さり、なかなか打たれない。7回を投げて無失点でチームに白星をもたらした。がシリーズは一進一退の攻防で第7戦へ。勝負は再びの西との投げ合いで決まるようだ。阪神打線は少ないチャンスをものにしようとするが、やはり野中のムービングが全く打てない。面白いようにサードへ転がっていく。そして野中の7回途中まで無失点の好投でバファローズは11年ぶりの頂点に立つ。第1戦は2対1、第7戦は1対0、球史に残る西との投げ合いを制した日本シリーズ。まさにチームを勝たせた快速球案は伝説になる。しかし12年目、33歳になった野中は明らかな衰えが投球に出てきてしまっていた。関西のスピード自慢が今では150キロが精一杯、武器だったスライダーの曲がりも落ちてきている。さすがに180回などはもう投げられない。体力が落ちて規定に届くのがやっとなところだ。連続2桁勝利記録は6年連続で途切れてしまい、三振のタイトルも若い選手に譲る野中である。通算で100勝に到達したが、衰退期を迎える中であとどれだけ勝てるのか。13年目、下降線をたどりつつあるものの、ストレートの質を上げたことで全盛期を取り戻す。防御率はリーグ2位の 2.65、 さらにリーグ2位の14勝と未だにトップクラスだ。そして自慢の三振を取る技術は衰えず、154奪三振で通算6度目の最多奪三振を取る。復活を見せた右腕はあの頃の投球を取り戻し、まさかの FA 宣言をした。現役生活の終わりが見えてきた今、関西を出て新しい環境に身を置きたいようだ。もちろんバファローズは希望条件以上の契約を野中に提示をしていくが、彼は横浜への移籍を決意した。若くて元気のある投手が揃うチームでお手本になってほしいと呼ばれた野中。公表はされていないが、引退後のポストもしっかりとした条件で提示されていたようだ。ここが最後のマウンドになるはずだ。そう思うベテラン右腕の最後の戦いが始まる。14年目、背番号49と青のユニフォームが非常に似合っている野中。記者たちからスピードが衰えることに言及をされるが、衰えたのではなくスタイルを変えた、そう語り結果もしっかり残していく。なんと7年ぶりとなる最優秀防御率を35歳ながら受賞していた野中。143回3分の1というギリギリながらもなんとか規定まで投げたのがタイトルにつながる。防御率は 2.20 でウィップが 0.96 というのが彼の安定感や信頼感を物語っているようだ。しかしさすがに体力は衰えているので、疲労がたまって登板をスキップすることも。チームはリーグ4連覇中の阪神を追いかける。果たして彼はこの土地でも古巣を倒すことができるのか。15年目、12試合に先発しそこそこの勝ち星を挙げてはいたものの、怪我をしたことで一度ローテーションから外れ、中継ぎで調整を命じられてしまう野中。すると久しぶりすぎる中継ぎがハマったのか、そこから19試合で失点をしない。防御率 1.10 という抜群の成績でフィニッシュし、来季も中継ぎで様子を見ることが決まった。なおこの動きを察知した野中はまだ先発がしたいためメジャー挑戦をほのめかすが、絶対に日本で終わりを迎えた方がいいと球団幹部に必死に止められた。16年目、まだまだかわす投球でなんとか抑えていくリリーフ野中。打たれることも増えていくものの、追いつかれなければいいと肝が据わっている。特に練習をしていないが、その経験値からか
左打者やピンチに強くなっていた。130キロがメインながら中継ぎのキーマンとして防御率 2.85 でリーグ4位の18ホールドポイントを挙げる。快速球投手が技巧派になり、ここまで投げられるとは当時のスカウト評価が嘘のようだ。昔のように彼が先頭で引っ張ったわけではないが、縁の下の力持ちとしてリーグ優勝に貢献する。17年目、さすがに体には痛みを抱え治療をする毎日になってしまう。こんなおっさんを投げさせないでくれよなどと自虐的に語っているものの、緊急登板でもブルペンから颯爽と登場し、42試合でリーグ2位の23ホールドポイントをマークだ。阪神、オリックスで日本一を知っている右腕はベイスターズでも勝ち方を後輩たちに教え、通算10度目のリーグ優勝と8度目の日本一に輝き、球界の優勝請負人と呼ぶにふさわしかった。なお、このシーズン終了後にまたしてもメジャーに行きたいと直談判する野中。わがままを許してあげたいが、獲得する球団がなさそうなので必死に引き止めるベイスターズだった。18年目も一軍に登場。若い頃はストレートで押し、30代に入りムービング中心に。そして今はナックル投手だ。投球スタイルやチームを変えながらも、いつだって日本一になってきた。ほとんどがワンポイントでの登場で、10回しか投げていないものの無失点。全然三振を奪えなくなってしまっていても、その技術力で24試合でマウンドに上がっていた。しかし技術力だけでは衰えに抗えない。中盤以降に2軍に降格した野中は、体が限界と言い残して無失点ながら現役の引退を表明した。最初は7球団競合の実力を自分のコーチにすら疑われたが、最終的には多くの優勝とタイトルを手にしている。ファンたちは昔のことをすっかり忘れ、球界のレジェンドとして現役を引退だ。かつて本当にこいつはできるのかという目をコーチから向けられる辛さを味わった彼は、誰よりも選手を信じられるコーチになると決意し、球団に用意してもらった指導者の道を進んだ。野中拓也、大学球界の大物として7球団競合。タイガーススカウトは全くそのレベルでないと過小評価をするが、岡田監督だけは光るものを感じた。最初はゴリ押しで起用されてもなかなか結果が出ず、肩身の狭い思いをしてしまうが、アメリカ留学を機に能力が開花、関西のドクター系として高騰をしていった。阪神、オリックス、DeNA と渡り歩き、39歳まで現役を続けることに。入団時まさかここまで投げられるとは誰からも思われていなかった彼は、名将だけは見抜いていた逸材投手だった。